さあそのスミスからキッドへヘッドバット、高木さんこのあヘッドバット、ヘッドバット、ヘッドバット、あ今度安田ヘッドバット、ヘッドギアで頑張ったあのヘッドバット、武道館決戦を思い出します。優勝戦天竜同盟との戦い、そしてオート、そのままフロントスープレックス、竹内さん何ですか。さあおっと、これはフェイスロックですね、フェイスロックに入りました。さあ今度はエルボーであります、八つが落としていきました。竹内さん、このキッドといえばですね、あの菊池選手に対して花道でブレンバスター打ちましたよね。ともかくですね、この強さはもう文句なしですね。本当にそうなんですね。そのキッドであります、荒っぽい荒っぽい、あしかしジャンボも荒っぽい。さあそして今度は逆エビ固めに持っていきます。さあキッドこらえますが、やっとジャンボの力か、まだ完全にはよじれていないが、さあ広角度の逆エビ固め、高橋さん、この広角度の逆エビってのはどこが効くんですか。これは腰よりもむしろ足首になってくるでしょうね。足首なんですか。ちょっとこの流行になりつつあります、この広角度のエビ固め。そういえばこれキッドのお箱でしたよね。そういうことですね、それがジャンボ鶴田も盗んでいるわけであります。さあ今度はパンチパンチ、伏見正信が追い込んでいきます。伏見正信、さあバックドロップ、あの中野を仕留めただけには、竹内さん風車固めの連発でしたね。そういうことですね、人間風車のまま固める、伏見が新しく開発したこの風車固め、これで世界ジュニアを初防衛いたしました。さあその縁にあごきだき、早いテンポでタイガーマスクにつないでいきます。さあ天竜にも打ったのタイガードライバーを打てるかどうか、バーッとキック、竹内さんキックの重みはどうですか。だんだん出てきましたね。だんだん出てきましたか。あのジャンプしての蹴りが良くなりましたね、はい、竹内さん、これも三強の中に入っていけるかどうか、タイガーにとっては大切な試合ですよね。やっぱりこの後のシリーズでですね、どこまでこの三強の中に食い込んでいくかですね。はい、タイガー小橋というニュータッグチームも誕生しました。このシリーズ若い人の刺激になってもらいたいと思います。さあこのタイガーマスクから今度はスミスにつながりました。ちょっと流れがこのグランドの展開といいますか、落ち着いてきた感じですね、竹内さん。それとですね、はい、小橋さん、ちょっとこのスミスの体を見てほしいんですけどもね、背中がですね日焼けしてるんですけどね、非常にやっぱ朝だらけになってるわけですよね。ほうほうほう、これはやっぱりその歴戦の激しさといいますか。